夜も遅くなったし、寝る前に何をしようか。おやすみなさい。何か変更しますか？おやすみなさい。元気ねえなお前。朝の挨拶は元気よくが基本だぞ。うん、そうだね。おはよう。おう。よし、計算式が出たぞ。計算式って何ですか？ラビリンスを出るためのポイントを絞り、その発生時間を予測した計算式。先生、そんなことをしてたんですか？俺はお前らのように地道にうろうろして帰る方法を探すのは性に合わないからな。何でも科学的に解決したいんだ。言ってる意味が全然わかんねえっす。僕だってちょっとは手伝ったんだからね。ありがとう、スイ君。とりあえず、これで俺たちは元の世界に帰れるぞ。やったね。うん。よかったじゃねえか。何日か前から大まかに分かっていたんだ。あまりぬか喜びさせたくなかった。だがこの分だと明日の夜には無事に帰れるはずだ。明日の夜、もうすぐですね。どうした？どうしたって？何？こうちゃん、やっと帰れるというのに嬉しそうに。そんなこと。光一、嬉しくないわけがねえだろ。疲れてるだけじゃねえのか。うん、そうかもしれない。それならいいけど、ただお前は元の世界に戻るのが嫌なのかって心配になった。考えすぎだろなあ。そうだよ、母ちゃん。
先生、まだすか。まあ待て、位置を正確に計算しないと帰れなくなる。結構面倒っすね。数値というものはそういうものだ。だから俺のようなデリケートな研究者が求められている。テルマサがデリケートとか笑っちゃうんだけど。スイ、お前は黙ってよ。いいか、印のついた位置にそれぞれ立て。5分後から順々に元の世界へ飛ばされる。サークルの中で転送が起こるから、ここから出たら絶対にダメなんだよ。まずは俺たちのサークル、次にクロエと早川、最後に湯原とお前の順だ。これで時間だ。また後でね。バイバイ。本当に消えた。で、次が俺たちっすね。ああ、あれ、これお前どうして。え、あれ、完全体じゃない。もう一人のカズヤを残したまま元の世界に戻ることなんてできないんだ。ごめんなさいカズヤさん、でも全てラビリンスのためなんです。よし、クレイ、俺に捕まれ。一緒に現実に戻ろう。無駄ですよ。今のカズヤさんに触れてしまえば、あなたまで現実に戻れなくなります。とは言っても後輩置いてくわけにはいかねえだろう。カズヤくん、とにかく俺たちは先に戻ろう。向こうに戻ってたら西岡先生に相談すればいい。今はとにかく帰ろう。なんで俺だけ。たった一人で残されるのは辛いよね。だけど大丈夫、お前には俺がいるんだからさ。早く一つになっちゃおうぜカズヤ。帰らなきゃいけない。でも、こうちゃん。
よかった。ラビリンスに残れたみたい。そうだ、和也くんは？どうして誰もいないなんて。このまま会えなくなるなんて寂しいよ。何をやっているんですか？皆さんは人間界に帰るはずではなかったのですか？キャンディー、ねえ、和也くんは？和也くん無事なの？そんなことを聞いてどうするつもりです？察するに和也さんは心配になったので無理やりラビリンスに戻ってきたというわけですか。愚かな。キャンディ、私こんな場所へ放り出されたのも無理やり戻ったせいでしょう。座標が狂ったんです。念のため見回りに来てよかった。迷惑かけてごめんね、キャンディ。でも私、和也くんだけに全部押し付けて帰るなんてできなかったから。バカなこと。キャンディ、あのまま帰れば平凡な日常に戻れたというのに、自ら窮地へ戻るだなんて、和也さんの決意を踏みにじる行為だとは思いませんか？そんなの和也くんに聞いてみないとわからないよ。教えて、キャンディ、和也くんはどこにいるの？神殿です。神殿？ショコラがアフロディーテ様がいらっしゃる神殿へ和也さんをお連れしました。アフロディーテ様？我々、そしてこの世界を統治している方です。すごい人なんだ。どの道、僕の力だけではあなたを人間界へ戻すことはできない。仕方ありません。アフロディーテ様の神殿へお連れしましょう。ありがとう、キャンディ。礼を言われるほどのことではありません。Thank you.
ね、キャンディ。まさかクロエたちがラビリンスに残るとはな。あいつらの仕業だよ。絶対あいつらに騙されたんだ。あいつらやけにおとなしく僕たちを返すと思ったら、またお姉ちゃんみたいに。少し落ち着け、スイ。頭撫でないでよ。子供じゃないんだから。僕、ラビリンスに戻るよ。早く通路開いて。スイ。何？ラビリンスへ戻るのはしばらく待て。なんで？このまま戻っても同じことだ。じゃあどうするのさ。ゼロを完全に消滅させる薬が作れないか、ずっと研究していた。そんなことできるの？必要な情報を集めてきた。ただすぐには無理だ。完成まで時間が必要だ。いいけど急いでよ。もたもたしてるとテルマサでも許さないからね。こりゃ今日から徹夜だな。安心してよ、僕も手伝うから。非常に助かります、天才。うん、もっと言って。いや、もう言わん。ねえ、キャンディ。キャンディ、どうして口を聞いてくれないの？用があるのでしたらお答えしますが、無駄なおしゃべりは体力を消耗するだけです。じゃあ神殿まであとどのくらい？疲れましたか？それほどでもないけど、こんなに長く歩いたのって初めてだから。あなたが飛ばされた場所はラビリンスの外れでしたから、もうしばらくかかります。本当は早く行く方法もあるのですが、滅多なことでは使えないので。空を飛ぶわけにはいかないっていうこと？この姿で翼を出すとひどく消耗しますから、奥の手ですね。そっか、うん、わかった。頑張って歩くね。お願いします。念のためこの姿でいてよかった。キャンディ。何でもありません。その場を動かないでください。あ、はい。
ありがとう、キャンディ。今のすごかったね。キャンディって戦いも得意なんだ。別に、あなたのためではありません。ラビン？ラビリンスに取り残された者がいたなら神殿まで連れてこいと、アフロディーテ様に言われましたか？それだけです。でも、助けてくれたことには変わりないよ。ねえ、キャンディ。私のこと怒ってるの？何か悪いことしたなら、私謝るよ、キャンディ。あなたのせいで。やだ、ダメ。急がないと濡れちゃうね。キャンディ。キャンディ、どうしたの？具合悪いの？キャンディ。何でもありません。そんな顔色して何でもないわけないよ。どこか休める場所探そう。すみません。ここなら雨宿りできるね。方がいいんじゃない？確かそっちの方が少しは楽なんだよね。いえ、それはできません。どうして？さっきゼロに襲われたのを忘れたんですか？この辺りはゼロの多い。いつまた襲ってくるかもわからない状態です。精霊の姿では僕は何もできない。でもそれじゃキャンディーが。僕がどうなろうとあなたには関係ないでしょう。
なった方がいいよ。モーフパネルもないし。キャンディー